コルコバードの丘コルコバードの丘から見た、リオデジャネイロ、左にパンジアスーカル、右にコパカバーナ海岸を望むコルコバードの丘は、ブラジルのリオデジャネイロにある標高710メートルの丘である。世界遺産、リオデジャネイロ、山と海との間のカリオカの警官群に含まれている。コルコバードリオデジャネイロにおける、コルコバードの1級の頂上には、展望台があり、 リオデジャネイロの街を一望できる。美しい海岸線や巨大な岩石がそびえ立つ山々など美しい景観が広がっており、リオデジャネイロの観光名所の一つである。また、頂上には1931年に建てられた台座の高さが8メートル、像の高さ30メートルの両腕を広げた形の巨大なコルコバードのキリスト像が建っており、このキリスト像は リオデジャネイロのシンボルとしても名高い。夜間には照明が当てられる。台座内には小さい祭壇が設けられている。頂上へは丘のふもとより登山電車及び自動車道がつながっているが、自動車道では一般自動車の頂上までの乗り入れが禁止されており、中継所でマイクロバスに乗り換える必要がある。登山電車または中継所までの乗り合いバスでアクセス可能である。 登山道もあるが治安が悪く、重機を使用した強盗事件も発生しているほか、2008年にはベトナムの大使が誘拐される事件も発生しているため、日本の外務省では海外安全ホームページを通じて登山電車の利用を呼びかけている。コルコバード岡 JTB 海外観光ガイド海外安全ホームページブラジル2011年4月5日、閲覧ありがとうございます。